レシュビドゥアハローでパパパヤ宇宙人だよシャバドゥビア UFO シュビドゥアハイテクパパパヤ未来はすぐそこシャバドゥビアパパパパヤシャバドゥビアはまだこの近くにいるはずだ。手分けして探せ。はい。よし、あっちへ。はい。もうダメだ。向こうだ。なんでこんなことになっちまったんだ。あら。行くぞ。助けに来たぜ。太郎、バカ野郎帰れ。お前まで手を汚すことはないんだ。何言ってんだ。俺たちは友達だろ。いいのか。後戻りできないぜ。覚悟はできてるさ。よし。手を貸してもらうぜ。この人のコンタクトレンズを探すんだ。もう、あんたがぶつかったせいなのよ。お？あった！気をつけてよね、まったく。すいません。あ？まあ、太郎、もう見つかったからいいんだぜ。顔落とした。謎の宇宙人だ。タローグッズは私のもの。大作戦。たくん、さっさと遊びに行こう。いい加減にその顔直せよ。突っ込むのも体力いるんだからな。あんま変なことすんなよ。見れば見るほど不思議だわ、田中太郎。あなたの能力をじっくりと拝見させていただきますわよ。いいだろ。自由自在に動かせるんだぞ。わあ、これってお散歩ロボットじゃねえか。昨日発売だったのよ。よし、変身だ。飛べ。かっこいい。空も飛べるんだ。かわいい。しかも宿題までやってくれるんだぜ。うわ、すごすぎる。隣町デパートで買ったんだ。うわ、欲しいぜ。よし、俺も今から買いに行くぞ。うわ、何すんじゃ。なんだこりゃ。乗って。このヘリコプターでデパートまで連れてってくれるのか。すげえ、空飛んでデパートに行けるなんて最高だぜ。レッツ6。これなら歩いた方が早いわい。ターゲットはデパートのおもちゃ売り場へ向かう模様です。さあ参りますわよ。ははやっと着いたぜ。ブリー、今度はまたジェームズが出てくるんだな。バレバレだぜ。タロウ、立ち誇った顔すな。たく、早く買いに行こう。見失わないようになさい。おもちゃ売り場は5階だよな。ん？ああ、ちょっと待ってくれ。うえ、重量オーバーかよ。じゃあエスカレーターで行こう。太郎、いっぱいだよ。だから無理だって言ってるだろう。体だけ乗ってどうすんだ。腹減ったな。レストランか。よし、食べていこうぜ。太郎。
うかな。お子様ランチはもう恥ずかしいしな。おすすめ。太郎ランチにジェームズランチ、なんでこんなのがあるんだよ。でも2つとも豪華だな。たかしランチもある。え、どれどれ。なんで俺のだけ。今のうちにおもちゃ売り場へ先回りするのよ。おもちゃ売り場はこの階だよな。このマネキン変な格好だな。ほら何やってんだ先生。マネキンの真似禁止なんつってな。それを言いに来たのかよ。そこまで笑うか。いよいよお散歩のボタンゲットだ。すごい人だ。売り切れちゃったらどうしよう。そうか、手を伸ばして先に買ってくれるんだな。よし、いいぞ、頑張れ、もう少しだ。遠回りして背中を撫でるな。あれ、お散歩ロボタは本日すべて売り切れました。お散歩ロボタは私が全部買い占めました。さあ田中太郎、あなたの力をお見せなさい。ちぇ、せっかくお金持ってるのにな。人の金を勝手に貯金すな。え、なんか出してくれるのか。これはお散歩ロボタじゃねえか。そうか、買っといてくれたのか。早速遊ばせてもらうぜ。え、お散歩ロボ太郎。なんだよこれ、お前の人形じゃねえか。ったくもあれだわ、やっぱり思った通りでしたわ。くそ、バカにしやがって。あごきげんよう皆さん。お嬢様、お散歩ロボタが売り切れで残念でしたわね。はもしよろしければそのお散歩ロボ太郎をこのロボタ全部と交換してもよろしいんですのよ。え、ほんと。するする、交換する。なんでまた入れるんだ。よし、もう一回出してやるぜ。ん、世界でたった一つのオリジナルグッズを生み出すことのできる田中太郎、なんとしても手に入れてみせますわ。皆さん、よろしければ私の家へいらっしゃいませんか。あなた方とはお友達になりたかったんですの。ぜひいらしてね。モテる男はつらいよな。さあ太郎さん、参りましょう。さささ。なんだ、目当ては太郎か。愛子お嬢様のおかえり。お帰りなさいませ。すっげえ、なんか偉い人になった気分だぜ。なあ太郎。すっぽんぽん、すっぽんぽん、すっぽんぽん。何やってんだよ。私の自慢のコレクションをお見せしますわ。すっげえ、限定品のフィギュアばっかじゃん。これだけ集めるのには苦労しましたわ。グッズを求めて世界中を歩き回ったり、徹夜でおもちゃ屋さんに並んだり。大変だったんだ。おかげでどんどんメイドが辞めていって。メイドにやらせてたんかい。でも苦労は報われましたわ。世界中探してもこれだけのコレクションは他にないはずですから。太郎さんが生み出す太郎グッズにとても興味があるんですの。だって世界でただ一つの超限定グッズですもの。へえ、まあそういやそうだけど。太郎さん、どうか私のためにオリジナルグッズを出してお願い。へ、赤くなってやんの、照れやがってくな。お
やあ、なんでジェームズとなんだ。回して。まあ、いいんですのね。ワクワク。何が出てくるのかしら、楽しみ。もう一回チャレンジ。意味ねえ。何度でもチャレンジさせていただくわ。あ、あって、私のコレクションが棚が落ちる。回しすぎ。こうなったら太郎グッズを手に入れるまで諦めませんわ。ってレバーが。くーら、よくもこの私をコケにしてくださったわね。許しませんわ。皆さん、お茶でもいかがかしら。さあ、こちらですわ。なんか牢屋みたいな部屋だな。どうなってんだ。私、これと決めたものは必ず手に入れる主義ですの。あなた方には永久にここで暮らしていただきます。何？そして太郎さんには私のために毎日太郎グッズを出していただきますわ。くそ、あのお嬢様とんでもないやつだな。あの窓は小さすぎるし。うわびっくりするじゃないか。そうか、さっきのヘリを呼んだんだな。リッター、きついのはお好き？また騙された。俺ってやつ、とってもリッキー。ラーメン食ってる場合か。ちきしょう、なんとかしてここから出ないと。おい、お前らも少しは手伝えよ。人の家の中にお前専用の通路があるんだよ。あの牢屋から脱出するのは絶対不可能。これで田中太郎は私のもの。超限定グッズがいくらでも手に入りますわ。家の外に出なきゃ意味ねえだろ。また触れちゃった。ことよ。手伝ってんじゃねえよ。今度は見張り付きか。これで絶対逃げられなくなったぜ。何？あっさり出んだよ。たかしも早く。できるか。おしゃれに変身。いろんなってどうすんだ。あそこに鍵があるぞ。それを使って開けてくれ。なんで鍵食べてパワーアップするんだよ。こっちこっち。ん？いつの間に。あれ、じゃあジェームズは？あっち。アホやってんじゃない。さあ、見つからないうちに逃げるぞ。やばい、バレたぜ。お前が鳴らしたんかい。この私から逃げられるとでも思ってるのかしら。エメラルド、ルビー、アメジスト、サファイア、アンバー、トパーズ、ゴージャスパワーズデラックス、出動！
番犬がいたのか。どうしよう。タロ、タロ、どうする気だ。タカシ、ドーベルマン。犬の種類調べてる場合か。忍者だ。任せろ。さすがだろ、逃げ道を用意してあったのか。やった、脱出成功だ。やれる上じゃねえか。あいつらだ。どうするだろう。さあタカシ、助走つければ大丈夫。そうだ、よし、助走をたっぷりつけて。すみません。隣町デパートはどこどこどん。おお、イエス。あっちだかどん。助かった。たかしくん。はい。まった。あなたは宿題もしないで遊びほうけているのですね。さっさと帰って。あ、なんかやばい予感。勉強なさい。どこへ行ったのかしら。いたわ。うわ、しまった。あ、もうダメだ。待て、赤太郎。青太郎。あま、みんなかわいい。そしてピンク太郎よ。あま、5人は仲良し正義の味方だ。太郎隊に参上。平和を邪魔する者は我々太郎隊とジェームズ隊が片付けてやる。チーム対チームの戦いが始まるぜ。はっ、はっ、はっ、道路の邪魔者は片付けた。じゃあな。あ、そっか、お嬢様の目的は太郎だもんな。俺は関係ねえんだ。いや、太郎は友達だぜ。今度は俺が太郎を助ける番だ。あそこですわ。おバカさんね。まず頭だけでも捕まえ。曲がったわ。あ、太郎、無事だったのか。よかった、心配したぜ。何すんだよ。これお散歩ロボ太郎じゃねえか。今まで持ってたのか。それタカシへのプレゼントだから。太郎、恐るべし田中太郎、いつか必ずあなたを私のものにしてみせますわ。でもその前に、くー、誰か助けて。よし、早速遊ぶぞ。こいつはリモコン操作しなくても動くのか。あ、レバーもついてる。回せばいいのか。うわ、同じやつを産んだぞ。すげえ、どういう仕掛けになってんだ。こいつら勝手に増えてくんだ。でもこれってどうやったら止まるんだろう。タカシ、うわ、なんだ。説明書入れるの忘れた。背中のレバーは絶対回さないこと。増え続けて止まらなくなるぞ。何？どうする？